恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心からおめでたえます。主は生きておられ、主は私たちを愛し、そしてあなたは礼拝されるべきお方です。私たちはそのあなたにイエス・キリストの皆を通して祈れる特権が与えられていることを心から感謝いたします。その特権を私たちが豊かに用い、あなたと親しく交わり、またあなたの御心を祈りを通して知るものとなれるように助けてください。この時間を感謝します。こちらに向かっている方々がいるならば、どうか主がその足を守り早めてください。神様が私たちと共におられることを感謝して、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。本日はナホム書の1章の1節から11節です。ネホンチャプター1 verse 1 to 11。 ネホンチャプター1 verse 1 to 11。 ナホム書1章の1節から11節です。ネホムチャプター1 verse 1 to 11。 ではナホム書1章の1節から11節をお読みいたします。ニネベについての宣告。エルコ主人ナホムの幻の記録。主は妬んで復讐する神。主は復讐し憤る方。主はご自分に逆らう者に復讐し、敵に対して怒る方。主は怒るのに遅く、力強い方。決して罰せずに置かれることはない。主はその道がつむじ風と嵐の中にあり、雲は御足がかき立てる埃である。主は海を叱って干上がらせ、すべての川を枯らされる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花もしおれる。山々は主の前に揺れ動き、諸々の丘は溶け去る。地は見舞いで覆る。世界とその中に住むすべてのものも、主の激しい憤りの前に誰が立てるだろうか。誰がその燃える怒りに耐えられるだろうか。主の憤りは火のように注がれ、岩々は見舞いに打ち砕かれる。主は慈しみ深く苦難の火の砦、ご自分に身を避ける者を知っていてくださる。しかし押し流す大水でその場所を滅ぼし尽くし、敵どもを闇に追いやられる。お前たちは主に対して何を企むのか。主は滅ぼし尽くす方。敵対する者は二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨、大酒飲みの酔っ払いのようだ。乾ききった切り株のように焼き尽くされる。お前たちの中から主に対して悪を図り、横島なことを企てる者が出た。本日はこの箇所から正しい神、正しい神ということで一緒に見ていきたいと思います。このナホム書最初の一章一節を見ると分かりますように、ニネベについての宣告。ニネベという町に対して、ニネベという場所に対して神様が告げ知らせている、そういう場所です。このニネベについての宣告をこのナホムという人に記録させて、神様の言葉を書かせている。でこのニネベというと、私たちの記憶にあるのがヨナ書だと思うんですね。こうヨナは神様からニネベという町に行って、そこにこう宣言しなさいと、悔い改めなければこの町は滅ぼされてしまう。しかしヨナはこのニネベの町の人たち、ニネベのこう不信仰、そういうものを許すことができず、彼はあえてニネベに行こうとしないで逆側のタルシッシュにこう向かおうとする。しかしそんな中、神様は嵐を起こして、ニネベに無理やりにでもこうヨナを送ろうとし、最終的にヨナはニネベに行くわけです。ニネベの町で神様が計画しておられる、その神様に悔い改めないならばこの町を滅ぼすということを彼がこう告げ知らせるとき、ニネベの町は悔い改めて、神様はその悔い改めを見てこう、裁きを止められる。しかしヨナはそれが面白くないんですけれども、しかし最終的には神様がこのニネベの町を本当にこう滅ぶことを望むのだろうかと、
まあ、そういうところで、まあ、最終的にはニネベが悔い改め神の裁きを免れるというところでこうヨナ書の部分のニネベとの関係というのは終わるんですけれども、しかしこのニネベの町悔い改めたんですけれども、あの時の悔い改めは真実だったんですけれども、しかしそれが継続することができず、また再び神の前に罪を犯し、神を侮り神を恐れず、そういう歩みを彼らはしていっています。再び神から離れた彼ら、神を恐れず罪の中に進んでいくニネベの町々、このニネベの町に対してまた神様はこのナホムを通して、宣告します。しかしこの時にはもう、憐れみや、またこう許そうとか、そういう状態ではなくて、もう本当にチャンスを与えたのに彼らはまた神様を怒らせる方に戻っていってしまった、不信仰に戻ってしまった、そんなニネベに対しての激しい宣告が今日の箇所になっていくわけです。一節ではニネベについての宣告、エルコシュ人ナホムの幻の記録とありますが、二節で主は妬んで復讐する神、主は復讐し憤る方、主はご自分に逆らう者を復讐し敵に対して怒る方とあります。激しい主の怒り、ニネベの町に対する激しい主の怒りというのがここで見ることができるわけです。私たちはこう聖書を読んでクリスチャンとなるときに、こう勝手な神様のイメージというのをやはりクリスチャンであっても作ってしまいがちです。またクリスチャンでない人がクリスチャンを見るときに、その私たちキリスト者が信じている神様というのがこう何でも許してくださる愛の神様と勝手にこう認識してしまう、そういう傾向もあると思います。神様って愛なのになんでこんなことするの、神様を実際信じていない人からも、神様がいるんならなんでこんなことするの、なんで神様許さないのとか、そういう言葉というのは私自身も言われたことがありますし、またクリスチャンからも、神様は何をしても許してくださるんだ、そういう言葉をこう聞いたことがあります。そういう神観っていうのを持っていると、ちょっと今日の箇所はあれってこう思うと思うんですね。こう2節でも主は妬んで復讐する神、憤る方って聞くと、ちょっと自分が思ってる神様のイメージと違うなってこうそう思うわけです。神様のイメージと本当の神様は違います。イメージは私たちが作り上げているものであり、また自分たちの都合のいいように勝手に変えることができます。しかし本当の神様は私たちが勝手に変えることはできません。そして神様の性質っていうのは本当に聖書から一貫してるんですね。私たちがどんなに、まあ、勝手に神様のイメージを作り上げたとしても、聖書の中の神様というのははっきり、断言されています。この神様のイメージを勝手に作ることさえ、あの10回のところで見ていくときに、偶像の神になっていくのではないでしょうか。私たちの天地万物を作られた神様ではあるんですけれども、その神様を勝手に解釈する、自己中心にイメージを持つ、これも偶像を作っていくことになるのではないでしょうか。今日はこのナホム書の中から正しい神というのをきちっと確認していきたいなと思わされます。今日のこの1節から11節を見るだけでも、はっきりと2つ2タイプの神様の姿というのが見えるんですね。これ2タイプというのは、こっちの神様とこっちの神様とこうイメージが違うという意味ではなくて、お一人の唯一の神様の両面ということです。物事には必ず表と裏がありますし、また私たちもこう、こちら側から見るのとこちらから見るの、こちらから見るのとこちらから見るのも変わってきます。性格も同じです。私たちの性格も、ある人から見る私の性格とある人から見る私の性格は違います。でも同じ自分であり、同じ人格なんです。そのように神様という存在にもいろいろな側面があって、で今日の中からも大きく2タイプの神様の性質を見ることができます。一つ目は、今読んだ2節にもあるように、妬む、復讐する神、こう怒りをあらわにする、強い、また少しこうアグレッシブなイメージのある神様のイメージです。2節だけではありません。6節にもこのようにあります。主の激しい憤りの前に
誰が立てるだろうか、誰がその燃える怒りに耐えられるだろうか。主の憤りは火のように注がれ、岩々は見舞いに打ち砕かれる。まあ、もちろん今日のこの1節から11節は、まあ、往々にしてこの怒り激しい方の神様の性質が大きく出てるんですけれども、この2節や6節はそれが顕著で、激しい言葉を持ってその神様の怒りや憤り復讐するというそういう性質を出しています。でも一方で、柔和な神、寛容な神、忍耐の神という部分も今日の箇所から見ることができます。例えば3節の前半ですね、主は怒るのに遅く力強い方ってあるんです。しかしそのすぐ後には決して罰せずに置かれることはないとあります。なので主は怒るのに遅くて力強い、怒るのに遅い、本当にこう忍耐のあるお方、寛容なお方なんだけれども罰せずに置かれることはない。7節でも主は慈しみ深く苦難の火の砦、ご自分に身を避ける者を知っていてくださると、ここでもとても憐れみ深いこう愛のある神様のイメージがあります。この妬む復讐する神と柔和寛容忍耐憐れみの神、これ両方が神様の性質であって、そして矛盾するものではありません。例えばある一人の女性が一人の男性をとても心から愛していて結婚した、この男性が他の女性といろいろな関係を持ったり他の女性を愛したりするとき、この女性奥さんは怒らないでいるでしょうか。どうぞ勝手にしてください、私はあなたを愛しています、だからあなたが好きにして私は全然問題ないですというのが本当の愛でしょうか。本当に愛していてそこに2人が結婚という契約がある中で、自分の愛する相手が他の人と他の人に心がいったり他の人に対して不貞を行うときに本当に愛していたら怒ると思うんですね。本当に愛していたらそれに対してきちっと言っていくと思います。好きにしていいです、それは本当の形の愛ではありません。神様も同じです。神様は唯一のお方であり創造主であり、また唯一礼拝されるべき方であり恐れられる方です。そしてその神様は私たちを神様を喜び、神様をあがめ、神様を礼拝するように作られました。その私たちが神様以外のものを喜び、神様以外のものに仕え、神様以外のお方を礼拝しようとするとき、神様は当然怒られます、憤ります。そして神様は私たちに裁きを与えようとされます。それは私たち人間を愛しているからです。だから神様は許しません。私たちの心が他のものに一番に行き、他のものを礼拝し、他のものに心を奪われることを神様は一番嫌われます。そしてそれに対してはっきりと宣告されます、宣言されます。この2つのタイプの神様は矛盾するものではなく、むしろ愛であり私たちを愛しているからこそこの怒りの部分というのが出てくるわけです。神様はニネベの町を愛していました。しかしその町が何度言っても悔い改めない、いや悔い改めてもまたすぐ戻っていってしまう、そういう町に対して神様が怒り憤るのは愛していれば当然のことです。それが今日の神様の性質の部分、正しい神であるからこそ神様は何度チャンスを与えても神様を恐れない方に戻っていく彼らに対して復讐する神であり、また憤るお方であるということ、そしてこの神様は同じように私たちも見ておられます。私たちが何度悔い改めても何度悔い改めても神様を恐れず、また神様から離れ神様以外のものを一番にするとき、神様は私たちを愛しているがゆえに怒られます、憤りを覚えられる。逆に私たちが神様を愛し神様のうちにとどまろうとするとき、神様は何度でも許してくださるし、神様は私たちを受け入れてくださる、そういうお方であるという、この両方の性質がお一人の神様の中に当然あります。それは神様は愛である、だからこそ同時に正しく義なるお方である、私たちを本当の意味で愛しているからこそ私たちが間違えたことをしたときに
神様は正しく裁かなければならないし、正しく助言しなければなりません。神様の義、神様の正しさというのは悪をそのまま放置することができないお方です。間違えたことをそのまま放置することもできないお方です。しかし同時に神様は私たちを愛しておられるので、私たちの心が少しでも神様に向くように、神様を一番に立ち返るように常に願っておられます。だからこそニネベにヨナを送ったわけです。ヨナを送って悔い改めさせたわけです。あえてヨナという神様を恐れるものを送って、神様はそれを伝えたし、今日のところでもあえてナホムという人を送って、神様はその神様の御心を伝えていくわけです。これこそが神様の正しい神様であり、また愛なる神様です。そしてこの神様がニネベにしたことと同じことを私たちも神様からされていただいています。それこそが私たち人間は生まれながらに罪を持ち、神を恐れることなく神様を侮り、また偶像を作ってしまう、そんな私たち、罪が神様と私たちの間をブロックして、神様の願い、神様の思いというのが正しく伝わらないようになってしまっている私たち、罪を犯している私たち、こんな間違えた人間を神様は放っておくことができず、そして正しい神ですからそのままでもいいよということもできず、だからこそ神様はイエス・キリストを私たちのものに送ってくださいました。そしてイエス・キリストを通して神様の心を私たちに伝えてくださり、私たちが悔い改めるようにイエス・キリストを通して導いてくださって、それでもなお罪がある私たちの身代わりにイエス様は十字架にかかって、私たちの罪の罰をその身代わりとしてくださった。これが神様がの愛と神様の義、正しさというのをこう一つにした形です。神様は罪ある私たちをそのまま受け入れることはできません。だから正しい神様ですから、あえて神様ご自身が私たちの身代わりとしてその罰を支払ってくださる。そしてそれを信じるということにおいて、悔い改めてそれを信じる、神様の義を信じるということにおいて、私たちは許されて神様の子供となることができるという道を神様は私たちに備えてくださった。まさに聖なる神、義なる神と愛の神、この2つを本当に神様が一つにしてくださった、神様の素晴らしいアイデアであり、憐れみであり、そして愛であることが分かります。ヨハネの 3-16、 有名な箇所には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を受けるためであるとあるように、このイエス・キリストという道を神様は憐れみのゆえに作ってくださって、神様の義と神様の愛を本当に一つにしてくださった、そのイエス・キリストを私たちは通って神様のもとに行くことができる、正しいものとして神様のもとに立ち返ることができます。でも同時に、もうイエス・キリストを信じてるんだから何をしてもいいでしょうというのは大きな間違いです。それは神様がどれだけの犠牲を払って私たちを救おうとしてイエス様を送ってくださり十字架にかけてくださったのかという愛の大きさに気づけていないということです。自分の罪の深さに気づけていないということです。神様にイエス様によって罪許されたのであるならば、私たちは本当の意味での悔い改めをしたのであるならば、罪を喜び神から離れようとはしないはずです。どれだけの愛で私たちが神様によって救い出されたのかを分かれば、私たちのうちにはイエス様による感謝とイエス様にあっての永遠の命の喜びで満たされ、主に従っていきたいと願うはずです。今日の一日もイエス様の大きな愛を受けた私たちとして、神様を喜び、神様を礼拝し、神様に従い、御心にかなう歩みをできるものでありたいと願わされます。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたはニネベの町を何とかして救い出そうとされました。そのためにヨナを送り、そして彼らは悔い改めたものの、また時が経ち罪の中に陥ってしまう。神様、今日はナホム書を通してあなたが本当に正しいお方であり、同時に愛のお方であることを学ぶことができました。そしてこの神様は私たちとも共におられます。だからこそあなたは私たちの罪をそのまま受け入れることはできず、
だからこそイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そのイエス・キリストにその私たちの罰をそのまま与えて、それを信じるだけで救われるという道を作ってくださった。しかしそれは私たちが本当に自分の罪を知らなければ、イエス・キリストの十字架の身代わりを必要とも考えません。だからこそイエスを信じた。もう何をしても大丈夫。どんな罪を歩んでも天国に行けるではなくて、私たちが正しい神様のを恐れつつ、イエス様の十字架をの愛を心から感謝して受け止めて歩んでいける今日一日であるように助けてください。そして神様はこの全世界がイエス・キリストを通して悔い改めて神様の子供となることを望んでおられます。正しい神様は私たちを、罪ある私たちをそのまま受け入れようとはしません。だからこそイエス様を送ってくださったそのイエス・キリストを通して神の子供となってほしいと願っておられます。この全世界の人たちが悔い改めてあなたの子供となることができるように私たちは祈るものであるように助けてください。神様の前に祈る時を持ちましょう。